どうもこんばんは、平井博明です。スイング理論いっぱいあるじゃないですか。当たるようになる理論はないって前動画で何か言ったと思うんですけど、うん、それ覚えてます？皆さん忘れてた。忘れてましたよね。忘れてましたよね、うん、当たると思ってた。そうですよね、うん、入れてましたよね入れてた、うん、当たんないんだ。当たると思って消屈してた。そうですよね。そう、トル君消屈好きなんだよね。そう、当たるから当たんない平井博明のワンナップゴルフ。この動画はですね、当たるようになる理論っていうのはなくて、当たるようになってから理論っていうのは入れてくださいっていう動画を作りたいんです。これで終わりだなそうだねそれを忠実に守っていただきたいんですよ。当たるようになる習い方って習ったことあります？多分ね、これをやったら当たるようになるからってないと思うんだよね。ないんだ。ない。当たるようになるのは自力でいい。で、我流でいいのよ。まあ変な話、自分が一番当たる打ち方は自分が一番知っててほしいし、自分が一番知ってると思う。だけど当たるまでに習うから当たんないのよ。当たるまでにこれ当たるからって言われない？言われますよね。言われんの？言われるよ。え、じゃあ嘘じゃん。嘘だよ教えてる人より本人が一番知ってんだから、今当たるか当たんないかを。当たるスピード、当たる打ち方っていうのはご本人が一番知ってる。多分知ってないって思い込んでるだけ。当たるんだよね。だってそれゴルフって考えるからなんですよ。ゴルフって考えないで、他の例えば体育でやる授業とか何でもいいですよ。箸で小豆掴む方が超難しいから。ゴルフでナイスショット打つのはよっぽど簡単。なんか私生活のものってこうやってやったらうまく、要は歯磨きとかも綺麗に磨くにはとかいろいろあるけど、歯医者さん推奨する磨き方でも普通に磨くんだったら普通に磨けるわけじゃん。そういうのをねやろうとしない。ゴルフってなんかすぐ習おうとする。あ、変な話、ヘッドが上がって俺降りりゃ当たんだな。それを自分の回転はこうしなきゃいけないとか、クラブはこういう風に上がんなきゃいけないとかってやるから、それをやめさせるレッスンプロが増えてくるだからそれがすっごい難しいの。だからやんなくていいの、何も。アドレスは習っていいと思いますよ。ボールポジションとか多少の姿勢とかは習っていいと思うんですよ。こういう風に構えで、こっからこの構えから上げられる場所、上げるスピード、出やすい振り方、こういう振りやすい上げ方か、こういうのをやってあげればいいの。グリップよりもヘッドが動いてればいいんですよ。こうじゃない、こうじゃなくて、グリップよりもヘッドが動いてればいい。ヘッドが動いてればいい。だから結局この自分の真ん中を視点にして、軸にして、こうやってヘッドが動く作業をどれだけするかなんですよね。それがすごく難しいって思っちゃうってことは、多分何かこういろんなやりたいことだったり、やらされてることっていうのが入ってることが多いんですよね。絶対初心者だけど初心者のスイングしてないですよねっていう人多いから。ああ、習ってるから。ああ、すごくないっていう。そんな難しいことやりますみたいな多いな、すごく。そうするとその作られたスイングで打つようになっちゃうんだ、うん、そう、自分で与えてんじゃなくて。そう、とにかくこうやって入れろって習いましたっていう人もこの間いたし、うん、どうやって打つのみたいな。そうだね、こうやってなんでそれを教えたんだろうね、うん、難しそうにやってたわけ、うんうん、だから それはちょっと違うんじゃないかなと思って。違うと思ったからうちに来てくださったんだって、うん、全然伸びないっていうか変わらないんだって。状態が始めたての方なの。そう、2年かそこらやってで、うん、その全く変わらない、進歩がないんだって、うん、これは見切りつけた方がいいですねみたいな、うん、で全然変わんないから動画を見たんだって、うん、したらうちが出てきて、うん、まあ、来てくださったんだけど、うん、パロンに入っていただいてね、うんうん、だから毎回そのレッスン初めて来られた方が言うのは、あんな球打ったことなかったですって言ってくださるわけよ、うん、そんなに出ないもんかなと思っちゃうわけ俺、不思議にね、うん、ナイスショットってそんな難しいもんじゃないし、自分の欲を球にぶつけたら難しいけど、うんうん、普通のナイスショットだったら難しくないわけよ。だからあんな球だったらいくらでも出させますよっていう感じなんだけど、でもそれすらも打てなかったっていう。よくやってましたねつって、パターから始まって、うん、アプローチ、アイアンショット、ウッド系、ドライバー、長くなってくると思うんだけど、始まりがどれとかはもう関係なくて、自分がとりあえず持ってるクラブ全部打って、どれが一番打ちやすいか、うん、
打ちやすいイコール多分当たるってことなんだよね、うんうん、だからどれが一番当たるかで当たるクラブをとことん練習するのがいい最初は最初、うん、何番でもいい当たんないクラブってつまんないから、うん、当たるクラブで楽しい気持ちでどん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 打っていかないと続かないし変な話14本しかないんだから、うん、1本当たりゃ、うん、全部当たるわね、得意不得意はあるかもしれないけど、うん、当たる当たんないはとりあえず当たるよっぽどスペックがずれてないければ、うん、だから別にそんな難しく考える必要はないから気に入ってる番号とかね番手とかねそういうものでいいんで、とにかく自分が打ちたいと思ったクラブをとにかく打つ練習っていうのがすごく大事です。初心者の方なんかは当たるための理論じゃないよっていう理由を説明してないね、うん、理論を入れるのは当たるようになってからって言ったじゃない、うん、で結局当たるようになってからっていうのは基本ができてからってことなんだよね。基本のスイングができてくると基本のスイングでコースに行きましたって言ってそのコースで基本だけじゃ太刀打ちできない場所だったりロケーションだったり、まあ、そういうものが出てくる、そういう反応をコースにもらってからじゃあ自分に何が足んないんだって言って足りないものが分かってそれを理論として取り入れるわけよ、うんうん、だから当たるか当たんないかの人が入れるものは理論ではなくて基本を入れてもらいたい、はい、でなんでそこで入れちゃダメかって言ったら結局入れたいから入れてるだけになっちゃう、うんうん、そうしたら自分が持ってましたダブっちゃうかもしれないとか、あ本当に足りないものでよかったっていう判断ができないのよ、うん、そうすると自分はじゃあ何を目指してるのってなっちゃう、だからちゃんと当たるようになってから理論というのを入れてくださいっていうこと、当てるために存在してないってことね、そもそも、そうなの、そうなの、そもそもね、なんでかって言ったら理論っていうのはプロゴルファーから生まれてるから、プロゴルファーっていうのは当たる当たらないの世界でゴルフしてないから、うん、当たるための理論は世の中にはほとんどありませんよってこと、そのプロゴルファーに足りなかったものをプロコーチがプロゴルファーに言ってじゃあそれを取り入れて世界を取りましょうタイトルを取りましょうっていう理論だから、アマチュアがやっても難しいでしょってことね、そういうことです、理論は応用ってことね、そうです応用です、基本のスイング上げて下ろしてまあフィニッシュを取ること、上げて下ろしてフィニッシュを取ることができないんだから、よく見るでしょ、それ取れてないね、うん、結局上げて下ろしてフィニッシュを取るスピードでは物足りないってことでしょ、うんうんうん、ね、うんうん、だから自分が満足できるスイングスピードまで上げようという練習はまずしてないんでね、何かを取り入れた理論を取り入れたらそれができるだろうというふうにやってるだけだから、あそうだね、そうしたら余計当たんないよね、自分が今どのレベルでゴルフをしてるのかっていうことを知ることも大事だし、そこの場所で取り入れるものって何って多分プロゴルファーに聞いたらまずは練習しろ球打ってって必ず言われるから、俺もそうだと思う、まずはね何かを見てくれ何かをやらせてくれっていうよりはとにかく球を打って右に行った球だけでもいいの、自分の感覚で、あ今この感触は右行ったっていうのが分かるようになってきて左が打てるわけだから、だからそういうものが作り上げられるまではなるべく入れない方がいいですよっていうことなんだよね、自分の課題を解決するためにこれを入れるんだって分かってやるぐらいになればいいけどってことね、うんうん、そうだね、その判断が間違えてたとしてもそう考えてんだったらまだいいってこと、ね、いいってこと、でもそれじゃなかったねってなるかもしれないけど、うん、それはもちろん専門家のもとで、あ、はい、ね、習った方がいいんですけど、うん、でもコースに行ってこれが足りなかったから〇〇を引っ張ってきたまでは俺はすごくいいと思う、で足んないことに気づくことがすごく大事なんで、でも一つ問題があって、はい、それでちょっとうまくいかないなと思って町のレッスンに行くじゃん、そしたら彫窟を教えられるわけでしょ、ほらそれはお客さんは悪くないね彫窟入れたいですって門を叩いてないもんね、そうだからお客様は悪くないと、そう専門家のもと とりあえずうち来てくださいうちに来てください、はい、とりあえず何が必要で何が必要じゃないかっていうのは言わせていただきます。結局偏った意見に聞こえてしまうかもしれないですけど、そういう場合はまあこういう意見もあるなと思って聞いていただければいいと思うんですよね。ただ本気で僕は思ってるんで、もちろんこういう意見もあれば反対の意見もあるのは分かってます、知って言ってます、僕とか先輩とか見てて、あそうだなと思って言ってることなんです、あれでしょ、経験からこうした方がうまくいくよっていうのを伝えてるだけであって、はい、
世の中がどんな理論流行ってるとか、何を言ってるか関係ないだけ。関係ない、うん、関係ない。それがたまたま違うだけだから、逆のことがあるって言われたところで、そう、逆じゃないんだよね。そこまでのストーリーがあるわけだから。そうだよね、今までやってきてうまくいったことをお伝えしてるから。そういうこと、そういうこと。別に逆もクソもないっていうか、ないない、知らないよね、逆のことを、ね、そう、知らないんだね、うん、この道しか知らない。そうだよね。いいんですよ、自分で一番これだっていう道を見つけていただければそれでいいので。でも本当に当たるようになるとか、どうしたら当たるようになるのっていう質問は確かにしたい気持ちも分かるんですけど、とにかく打ってください。なんでこれ言うかっていうと、僕プロになってそこそこの球打てた時も全く当たんない時もあったんですよ。でとにかくどうなるかって言ったら、打って打って打って、ああダメだダメだって、もう力んでくるのも分かってる、でもう疲れてきた、でああもう休憩って言って5分ぐらいもぼーっと椅子に座って休憩して、そうするとなんか頭の中がリセットされるんですよね。要は半分諦めた状態になって、いきなりこうやってやって、あれ何今のめっちゃいいっていう時があったんですよ。何回も詰めて詰めて詰めてやってる時って意外と見えないものもあるんですよ。でも一旦こう自分でも何が何だか分かんない状態で解決もしないで、いきなりもう真っ白のまま打ったらいい時ってあるんですよ。それって数打った人にしかないことなんで、とにかく考えないで無心に打つことも大事ってことなんですよね。都内とか地方台のない練習場なんかは難しいかもしれないんですけども、素振りだっていいですよ。そういうもの、何かこう自分が変わりそうなものっていうのにトライすることが大事だと思いますね。はい、なんで当たる理論はないです。で理論というのは当たるようになってから取り入れてください。以上です。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。